浅井長政は信長の大志に共感して協力を約し、信長は上洛に向けて大きな一歩を踏み出した。また美濃を追われた後、朝倉家の客商となっていた明智光秀と再会を果たし、織田家に迎え入れる。その光秀の仲介により、信長は将軍家に仕える三淵富士秀と会見することとなった。観音寺城の戦い。信長殿、お初にお目にかかる。足利将軍家奉公衆、三淵富士秀と申す。ほう。足利義輝公が三好松永に討たれて以降、京に将軍は不在であると聞くが、その義輝公の実弟足利義昭様が今は越前にあって京への帰還を望まれている。で、義昭殿が次の将軍になるためにこの俺に手を貸せと。義昭様が共にあれば上洛の大義も立ち、京にいる三好勢を逆賊として討てる。さらには信長殿の上洛戦に将軍家を助けんとする大名の助力も期待できよう。なるほどな。拒む理由もあるまい。この信長が義昭殿を京へとお連れしよう。いよいよ京へ向けて出陣か。天下一新を成すための戦、腕が鳴るぜ。南近江の六角勢は手ごわかろうが、長政がいるならばどうにかなろう。ああ、敵は甲賀の忍びどもを味方につけてるし、京を牛耳る三好三人衆も出てくるかもしれねえが、俺たちなら勝てる。それくらいでひるんでたら天下一新なんて夢のまた夢だろ。ひゃー、こりゃまた頼もしい味方を得たもんですね。まったくだ。おかげで俺も気合い入ってきた。信長様、長政殿、今日まで一気に駆け抜けようぜ。俺のやり方見せてやろう。俺の刃、信長殿と共に。今日は目前、六角と三好を破り上洛を果たす。まずは観音寺城周辺の市場を落とせ。私の帰京を阻む者どもがまだこんなにも。大義は俺たちにある。邪魔する者は堂々打ち払って進むのみだ。義景様の下で磨いたこの腕、今こそ発揮せねば。よしあき殿、将軍家のことは我らに任せ、ここでおとなしゅう討ち死になされ。敵将討ち取ったぞ。悔しいが、ここまでか。敵はよしあき殿に戦力を集中させるつもりか。何としても守り抜かねばな。成り上がりが調子に乗りおって、今日滑る三好の力思い知らせてくれる。この天下を支えてきたのは三好と六角。貴様ら下船の輩の出る幕ではないわ。よく吠える犬は叩き伏せて黙らせるほかあるまい。
俺がやる。地ならしはこの程度でよかろう。全軍観音寺城へ向けて進め。足利義昭様ご帰郷を助けんがため、上杉謙信推参。おお、越後の龍が加勢してくれるとは。和田山城の守りは固いようだな。先に三造城を落として南より揺さぶるか。俺に任せろ。俺がやる。小次郎を落とすなんざ伊賀の忍びにとっちゃ造作もねえ。ようやっとオイラたちの出番だな。一気に三造城を落とすぞ。三秀、別動隊を率いて三造城を落とせ。分かった、任せてくれ。義昭様こそ正当なる将軍位の継承者。正しきを歪める者どもに鉄槌を下さん。壊してくれ。俺たちの術にかかりゃ縄文なんざあってねえようなもんだ。開門。何？誰が城の門を開けたのだ？機は満ちたようだ。今こそ三造城を落とす。敵襲か。この城は渡さんぞ。どうやら織田勢も忍びを飼っているようだな。忍びには忍びを。大賀者を出せ。あいつだ。準備しろ。ようやくか。待ちくたびれたぜ。ヒーフーミー、ヒーフーミー、よっ。しゃあ、行くか。うるせえ。敵の仕掛けた術か。助かったようだな。皆大義褒めて使わすぞ。義昭様の御前に敵を寄せつけてはならん。上杉の兵を持って守りを固めよう。この辺りにいる一番偉そうなやつを撃てばいいんだよな。行くぜ。大賀者の仕業だったか。急ぎ義昭殿を救わねばなるまい。まやかしとは誤釈な。義昭様をお守りせねば。俺は誰と戦っていたのだろう。六角、いや敵は織田だったか。大賀者の術が兵を惑わせているようだ。一刻も早く手を打たねばならんな。あんた織田信長だろ。会いたかったぜ親父。なんだお前は。大賀者であろう。邪魔立てはさせんぞ。やっぱ強えな。降参だ降参。織田に下るからよろしくな。あっさり負けを認めたか。
何者か知らんが捕らえておけ。いつきのバカ、何を考えてやがる。仕方ねえ、任務は俺が片付けるか。開門。味方の混乱は俺に任せ。あの忍びの仕業か。やつを撃ち、術を止めるのだ。撃つべき仇は信長。俺の力の礎となる。ここは引くほかあるまい。俺がやる。これで和田山城を攻めやすくなったな。俺がやる。まずは味方の援軍を呼ぼう。滝川一正、ただいま着陣。これより信長様の城攻めに加わりますぞ。敵は関門寺城に迫る勇敢。三好と蒲生に進軍の合図を出せ。開門。敵は連携して迎え撃つ構えらしい。ならばこちらは二手に分かれて当たるか。我ら三好一党こそが乱世の覇者よ。織田も浅井も敵ではないわ。これは一体。敵の戦意をくじくなら今が好機だ。三つくり城に織田の旗印を掲げ、せつけよ。三つくり城に織田の旗印が立っただと。奴は北から来るのではなかったのか。よし、この辺りの敵は倒したぜ。連中の結束も大したことねえな。三つくり城を奪還しろ。南に戦力を投入するのだ。開門。光秀の企てに釣られて敵が出てきたな。この機を逃すな。和田山城を落とせ。六角に蒲生あり、織田勢ごとき押し返してくれる。六角をしのぐと言われた蒲生もこの手ならば、義方も恐れるに足らんな。俺がやる。そこまでだ。和田山城は誰にも渡さん。奴らこの城を取り返したいんだろうが、そうはいかねえってな。卑怯者の三好や六角に都を任せられるかよ。これからは信長様の時代だ。あの人すごく張り切ってるみたいだけど大丈夫かな。俺を打ち付けとは侮ったか。聞かせていただこう。自らご活躍とは恐れ入りますな。悔しいが、ここまでか。へへ、どんなもんじゃ。力及ばすか。この俺を止めようとて無駄よ。おっと、織田勢が攻勢に出たか。よし、俺たちも続くぞ。遅れるなよ。あんなにはつらつとした顔をして、多分まっすぐな人なんだろうな。三つくり
上はおとりであったか。だいぶ出遅れたが、この和田山城より敵を打ち払うぞ。長政のやつ生意気な。門を開けよう。俺が返り討ちにしてやる。開門。来たな六角。みんなこの木を逃すな。和田山城は俺たちの手に落ちた。織田の旗印を掲げろ。六角は何をしている。大が忍びでも何でも使って敵を追い払わぬか。カズージ、もう一度機会をやる。うまくやればお前の相棒の失態は目をつぶってやる。承知。よし、この勢いのまま観音寺城までかけるぞ。我に組みする者は皆信長に向けて進軍せよ。この信長こそが天下無双よ。親父の戦ぶりはやっぱすげえな。俺もこうしちゃいられねえぜ。正しきをなせ。噂通りの強さだな。それでこそ俺の親父だぜ。お前何か勘違いをしているらしいが。悪いカズージ、やっと願いが叶ったんだ。俺ずっと親父に会いたくて。好きにしろ。どうせ六角も終わりだ。俺も身の振り方を考えねえと。耐えきれん。引かせてもらう。お見事にございますな。とて無駄よ。もうどうにもならねえな。どいつもこいつも織田ごときに。私が打って出る。門を開けよ。開門。討ち取ったぞ。力及ばすか。信長様の前に敵はいねえな。それに続け。殺してくれよ。はっ！
けとは侮ったか。かなう相手ではなかったか。お見事にございますな。今日に達したも同然。時をあげよう。これで天下聖筆とはいかないだろうが。ああ、是非に及ばずだ。信長様、こいつがわかるか。異能での戦いの後、俺が預かったあの赤ん坊だ。そういうことか。あんた、俺の親父なんだろ。いつか会えると思ってたんだ。違う。またまた照れちゃって。あ、俺を娘とは認められねえ事情があるんだな。まあいいや、別に俺は姫様になりたいわけじゃねえ。忍びの技で親父の役に立ってやろうと思ってよ。はあ、光秀、この娘の面倒はお前に任せる。俺が？いきさつを聞く限り、利家殿が適任では。またさに小娘の世話などできると思うか？だな、光秀、頼んだぜ。わかった、預かろう。